ではなぜ、この私とあなたはここに生まれてを作られたのかということを教えてください。はい、まずこの曲はですね、あの友人で、東日本大震災の被災地の今を、関西の柏原の、子どもたち、地域の子どもたちやその地域の人たちに、知ってもらおう、そして考えて、みんなでその声を届けるコンサートをしようという企画のそのテーマソングとして作った作品でした。ではこの、和合良一さんの詩を選んだ理由を教えてください。はい、そのテーマソングとして私たちが歌っても失礼にならない内容のものが必要だなと思って、やはり私たちはその直接被害は受けていないので、あのどういうものだったら大丈夫かということでいろいろな詩を選びました。考えてみました。そこでそのこの私とあなたここに生まれてですと、その詩に読まれているふるさとへの思いや大切な人への思い、そしてその命の 大切さ、命の尊さへの思いがこの詩にたくさん込められていると思うんですけれども、それなら私たちも共感を持って歌うことができるのではないかと思ってこの詩を選びました。今後の展望がもしあれば教えてください。はい、この曲がこうしてあの動画で配信されることを通してたくさんの人に、より多くの人に歌っていただければ、そして広まっていき、あの和合さんの詩が皆さんの心に届けば、東日本大震災 その被災地への方々、東日本大震災についてその関西でもあの風化していくことをあの止める一つの助けとなるのではないかと思って、あのこの配信がうまくいけばいいなと思っております。演奏する側として何か感じられたことはありますか？はい、和合良一さんのメッセージ性のある、歌詞に大森さんが作曲をされて、とってもいいメロディーやないい音楽やなと思いました。その音楽をたくさんの人に聴いてもらいたい、例えば、混声2部合唱の方では小学校で歌ってもらったり、混声3部になったら、中学校や高校でぜひとも歌っていただきたいなと思います。